あ、プロデューサーさん、新しい衣装着てみたんですけど、どうですか？本当ですか？プロデューサーさん、ありがとうございます。すっごく可愛い衣装がもらえて、私とってもとっても嬉しいです。そんな、本物の花嫁さんだなんて。でもプロデューサーさんに似合うって言ってもらえてほっとしました。私、ウェディングドレスじゃなくて、ウェディングドレスみたいな衣装着るの初めてですから。そうなんですよね、結婚って好きな人とするものだって言うけど、でも静香ちゃんや翼みたいな好きとかじゃなくて、もっともっと好きじゃないとなんですよね。あ、そうですよね。それじゃあ結婚のことは私がアイドルじゃなくなってから考えます。はい、だって私アイドルのお仕事ずっと続けたいですから。だからプロデューサーさん、私のことずっとプロデュースしてくださいね。やった、約束ですからね、プロデューサーさん。あ、プロデューサーさん、見てください、カニがいますよ。本当に本物の海なんだ。式場からすぐ本物のビーチに出られるなんて、なんかすごいですよね。はい、大丈夫です。それより結婚式場で歌えるのがすっごく楽しみで。はい、頑張ります。みんながもっともっと幸せになっちゃうように張り切って歌いますね。でもプロデューサーさん、今回のお仕事って私でよかったんですか？私まだ14歳だし、結婚とかできませんよ。私だからこそできることですか？純粋な憧れ、そりゃウェディングドレスとかとっても素敵だなって思いますけど、でもでも私、結婚する自分なんて全然想像できないですよ。じゃあじゃあ、ドレスが綺麗で素敵とか、ブーケが綺麗とか、そんなことでもいいんですか？未来、よーくわかりました。楽しくするなら任せてください。この後のライブも目いっぱい楽しんできちゃいますね。